四季は四つの季節、すなわち春、夏、秋、冬のこと。世界中の温暖大陸性気候、温暖海洋性気候及び気風気候の多くの国々で存在している自然現象の一つ。地球は太陽の周りを公転しているが、地軸を約23.4度傾けた状態で降転している。そのため南北の半球ごとに、 太陽の高さが一番高い位置にある時と一番低い位置にある時を生じる。下詞には太陽の高さは北半球で一番高く南半球では一番低くなる。反対に当時には太陽の高さは北半球で一番低く南半球では一番高くなる。地球は球体であるから地球上での位置と光転軌道上の位置によって日照角度と日照時間に 違いが出てくる。日照角度とは太陽光が地表に照射する角度のことである。同一の光量の場合、照射角が90度に近いほど面積あたりの受光量は大きくなる。つまり太陽が高く昇る時ほど地表は強く温められる。また、地軸の傾きは日照時間も変化させる。夏至には昼間の時間が最大に、冬至には最小になる。 その差は高緯度ほど大きくなる。なお、気温の上下変動は太陽の高さよりも若干遅れて生じるため、真夏は夏至から1ヶ月から2ヶ月、真冬は冬至から1ヶ月から2ヶ月程度の期間となる。世界には四季の変化が顕著で分かりやすい地域と四季の変化が分かりにくい地域がある。気候の変化は緯度や海陸分布の影響を大きく受けるためである。 中緯度にある温帯や冷帯では、一年の中の気温の変化域が、生物活動の変化と対応している部分が多いため、季節変化が感じられやすい。四季が顕著ではっきりと区別できるのは、中緯度にあって、かつ、気団の勢力変化が大きい地域、主に内陸や大陸辺縁部である。例えば、日本はおおむね北緯25度から45度に位置し、小笠原気団、夏、 シベリア気団、冬、オホーツク外気団、梅雨、ヨース高気団、春、秋という複数の気団の影響を受ける。一方、砂漠地帯、熱帯地方、極地などでは、一般的に四季の変化が少ない。赤道を挟む熱帯の地域は、年間を通して極端に高いため、また極地を含む寒帯の地域は、気温が年間を通して極端に低いため、 一年の中で気温が上下しても、生物の活動等に及ぼす変化があまり大きくな。熱帯地域では四季は感じられにくいほか、高緯度の地域では、生物の活動に公的な温暖な期間が短い。赤道付近では、日照時間の変化が小さい上、年間を通して太陽高度が高く、かつ熱帯では、気温差の小さい均質な気団が横たわっているため、 ほとんどないに等しい。いわゆるとこ夏の状態だが、雨季と寒季という季節の変化が見られる地域もある。極地域、特に北極圏や南極圏では夏には白夜、冬に極夜となり日照時間の変化は非常に激しいが、年間を通して太陽高度が低いため、日照時間で考えるほど気温の変化は大きくない。また、緯度が高くなるにつれて内陸にあるほど 気温変化が大きく、海洋に近いほど小さい、という海陸分布の影響を強く受ける傾向がある。以上は、文化的、気候学的な定義であり、天文学的には、太陽高度、日照角度の変化をもとに、地域に関係なく、北半球、南半球の区分はあるが式を定義している。日本では3月上旬頃までは、 北日本や山間部を中心に予感と呼ばれる冬の寒さが残り、まだ降雪と積雪や路面凍結も残る。初春の冬枯れの雑草が緑色に変色し、若草が生え、樹木に新芽が出始める。また冬の各季節現象が終わりを告げ、雪が完全にやむ、終わり雪、霜が降りなくなる終葬、氷が張らなくなる終わり氷の時期ともなり、 春の訪れを感じさせるようになる。ただし、年によっては、寒気の南下や、南岸低気圧の影響で季節外れの遅い降雪や、凍結になることがある。また、北日本や北新越地方を中心に、春分以降も、寒の戻り、等で降雪が観測される年もある。そして、3月後半の春休みの時期には、南日本から桜の花が咲き始め、 いわゆる桜前線は徐々に日本列島を北上し、各地の開花状況が細かく伝えられる。桜は日本を代表する花の一つで、3月中旬から4月前半にかけては日本各地で花見と呼ばれる行事が行われる。日本ではこの季節は会計年度変わりの時期でもあり、人事異動や入学、入社、卒業が各学校、企業で行われ、 その過程にあるものは慌ただしい日々を送ることになる。春本番の中春から、晩春の4月から5月前半にかけては、チューリップ、ツツジ、フジ等といった、多種多様な春の花が咲き始め、樹木、雑草が緑で、青々とし始める新緑の時期となる。5月になると、田植えが始まる。快適な気候と4月末から5月上旬まで、ゴールデンウィーク。 GW が重なるために旅行、レジャー、屋外活動などを活発に行う人が多い。その後、5月半ばには、春は終わりを告げ初夏に移行する。樹木の緑は、さらに濃さを増し深緑となり、バラの花が咲く。となり、関東異星では平年値の最高気温で、摂氏25度以上の夏日が長続きするようになるため、半袖の服装でも過ごせるようになる。そのため、衣服を、 冬服から夏服に衣替えする習慣がある。日本の夏は湿度が高い。本州以南の地域ではとても蒸し暑くなるのが特徴である。日中の気温はおおむね30摂シ35度程度だがヨーロッパ地域の夏に比べ湿度が高いため気温以上に体感気温が高くじやすい。なお湿度が高い理由は太平洋高気圧によるもので。 太平洋上から蒸発した水蒸気が高気圧に混じり、高湿度の状態で日本列島をすっぽり覆うために起こる。地球温暖化などにより7月になると猛暑日と呼ばれる。最高気温が摂氏35度以上の日が増えた。内陸部を中心に丸に摂氏40度以上の危険な暑さになることもある。夏は初夏、梅雨、生夏、晩夏の4つの節に分けられる。 5月中旬から梅雨入りするまでは、初夏と呼ばれる。気温は24摂氏30度、湿度は成果ほど高くなく過ごしやすいと言える。初夏になると植物は繁茂し始め、動物類は餌を求め活発に動き回るようになる。6月になると北海道などを除く地域で梅雨と呼ばれる季節が訪れる。梅雨は平均して6月中頃から7月中頃まで約1ヶ月ほど続く。 梅雨の期間は湿度が高くジメジメとして気温が高い場合は蒸し暑さがあるため不快指数が高い。カビや腐敗菌が繁殖する季節でもある。また、洪水や崖崩れなどの自然災害による被害も多い。しかし、梅雨の季節に雨が少ないとダムなどの貯水設備に十分な水量がたまらなくなることにより渇水となり稲作や市民生活に影響が出る。 梅雨が明けるとせいか、真夏となる。気温は、東北地方以南の地域では、摂氏35度以上の猛暑日になることも多く、涼を求めて、海水浴を楽しむ人も多くなる。また暑さにより熱中症になる人も少なくない。それゆえに、日本の夏の暑さを防ぐには、古来から様々な知恵が用いられてきた。木造家屋に見られるかやぶき屋根や土壁、畳。 高い床式の構造などは夏の暑さを和らげるために考え出されたものであるとされる。他には、内輪やセンス、風鈴、すだれなども夏の暑さを和らげるために用いられてきた。では冷房のために扇風機やエアコンなどが活躍している。聖火は8月中旬のお盆頃を境に、万家へと移行する。なお、お盆の時期には都会から故郷へ帰省する人たちが多いため。 新幹線や飛行機では帰省ラッシュが起きる。晩夏になると夏休みも終盤である。晩夏は8月下旬から9月上旬頃までとされている場合も多い。日本ではまで残暑と呼ばれる夏の暑さがまだ残り、まだ真夏日、猛暑日、熱帯夜も残る。9月中旬頃になると気温と湿度が下がり始め、初秋となる。この時期は、 大きな台風が上陸しやすい季節でもあり、10月初め頃まで台風の上陸で大きな被害を受けるところもある。9月下旬から11月上旬にかけては秋、本番の中秋で涼やかな季節であるため、レジャーや小旅行を行うものが多い季節である。また秋の季節は学問の秋、食欲の秋、スポーツの秋などと呼ばれており、 人々の活動が一年のうちで最も活発な時期となる。学校では9月から10月にかけては運動会や体育祭といった学校行事が盛んに行われている。11月になると朝の冷え込みが一段と厳しくなり、北日本から次第に紅葉の季節となる。日本の紅葉はカエデハゼなどの赤く染まる落葉樹が多いのが特徴で。 11月も中旬になり、晩秋の時期になると、北日本や日本海側、山間部や内陸部では、冬の訪れが早く、最低気温が初めて氷点下まで下がり、初雪が降り始める。落葉樹の樹木は、紅葉が見頃を過ぎて落葉し始め、紅葉とした彼らのみの茶色い冬枯れになる。動物や虫類が冬眠に入るようになる。また、関東伊勢でも、 西日本の太平洋側と南西諸島を除く太平洋側の地域にその冬、初めて氷が張り、霜が降りる初氷と初霜といった冬の季節現象が観測されるようになる。冬は日本海側や内陸部の中央高地、関東地方より北の地域で雪の降る季節となり、ほぼ毎日気温が摂氏0度以下の冬日や真冬日になる。多いところで、 二から三メートルもの雪が積もる。一方、関東以西の太平洋側では、山間部や内陸を除くと、冬は比較的穏やかで、で、気温もそれほど低くはならない。空気も乾燥しており、晴れた日も多い。十二月に入ると、東海地方以西の太平洋側でもその冬初めて、雪が降る初雪が観測されるようになり、北日本や日本海側の豪雪地帯では、 積雪は溶けにくくなり寝雪になる。12月25日にかけては、クリスマスの時期で、イルミネーションが12月25日のクリスマス当日まで飾られ、クリスマスソングが出流れる。しかし、クリスマスの翌日26日以降は一変し、正月の日本古来の飾りへと変貌する。1ヶ月以上続いたクリスマスの時期が終わり、正月となると、 都会から故郷へ帰省する人たちが多い。そのため新幹線や飛行機は帰省ラッシュと呼ばれる社会現象が起きる。正月は日本の伝統的な年中行事の一つでもある。正月明けの1月6日頃の召喚を経て、1月20日頃の大寒から2月4日頃の立春までは、1年で最も寒い時期の真冬となる寒さのピークであり、 太平洋側の平野部でも雪を降らせるような寒波が断続的に流れ込み、日本海側や北日本では大雪の日が多い。特に北海道内陸、十勝総合振興局、釧路総合振興局、上川総合振興局などや北日本山間部、中央高地、長野県や山梨県の日本アルプスなどでは引く、摂氏20度未満の極寒で危険な 寒さに見舞われることがある。北日本や山間部や内陸部では最高気温摂氏0度以下の真冬日に見舞われることも多く、太平洋側の平地でも気温は4摂氏10度と寒く。2月に入り、2月3日は節分の当日で、翌4日の立春以降は冬の終わりである晩冬の時期とされる。この時期になると真冬日が減り、非平均気温は太平洋側平野部では、 摂氏6度前後、厳しい寒さだった真冬に比べると、寒さは和らぐ。そして、南日本から梅が咲き出し、春一番の嵐も吹き荒れてくる。また、東北から関東地方にかけての太平洋側の降雪が最も多い時期でもあり、この時期に多く発生する南岸低気圧によって雪を降らせている。この時期、学校、会社、観光庁では、年度末や、 学年末、または、決算期に該当する。また、入学、卒業や人事異動や、新生活がそれぞれ行われる直前でもある。そのため、当該一年間を振り返ったり、まとめの授業や活動をするなど3月以降の春、または新年度や人事異動などの準備に向けて、忙しくなり、当該一年間が終わる。番頭は2月中旬から3月上旬頃までと、 されていいる場合も多いアメリカの気候は広い国土のために極めて多様である。冬で自然資源のある土地を持ち、世界一の生物多様性をも有しながら、自然災害も頻繁に発生するのは最大の特徴。アメリカ本土の四季によれば、北東部から北にかけて、湿潤大陸性気候が占め、冬は寒いが、夏もかなり暑い。東部から 中央部は寒帯湿潤気候だが、グレートプレーンズ周辺やカナダとの国境部では暑くなる日も多い。エリー湖やオンタリオコ南岸はアメリカの平野部で最も降雪量が多いが、日本の日本海側と比べるとかなり少ない。南東部から南部は温暖湿潤気候で、フロリダ南端ではサバナ気候が見られる。西部は一般的に乾燥していて、 ステップ気候が広く見られ、メキシコ国境付近では砂漠気候が確認できる。さらに太平洋岸南部は地中海性気候だが太平洋岸北部へ進むとアラスカ南東端と同じく西岸海洋性気候となる。最北部が北極圏に属するアラスカは年間を通じて冷涼な気候である。ほぼ全域が艦帯に属し、北極圏には 寒帯のツンドラ気候が分布するが、南岸部は暖流の影響で西岸海洋性気候も見られる。一方、太平洋上の諸島であるハワイは温暖な気候でビーチリゾートとして人気がある。基本的に大半なヨーロッパの国は日本と同様に四季がある。しかし、細かいところには大きな違いがあって統一性が持ってない。イギリスの気候は西岸海洋性気候。 CFB が卓越し、気温の面では日本とほぼ同じだが、冬になって雪と雨が共に降れるのが特徴。四季が持ちながら全体的な降水量が多く、一年中雨が降れるの、形になっている。それはイギリスの傘文化を生じた原因になった。冬季、特に風速が観測できない日には霧が発生しやすい。この傾向が強く当てはまる年として、 ロンドンが挙げられる。夏季においては、緯度と気温の関連が強くなり、比較的頭部が高温になる。水の蒸散量が多い火器に頭部が高温になることから、年間を通じて頭部が比較的乾燥し、西部が湿潤となる。頭部においては、降水量は1年を通じて平均しており、かつ、1日あたりの降水量が少ない。西部においては、 降水量が2500ミ、mm、リメートルを超えることがある。フランスの気候は大陸性、海洋性、地中海性の3種類の気候が共存していて、四季は明らかしている。しかし、日本ほどの大きな温度差はなく、夏摂氏30度以下、冬季摂氏0度の温暖差の優しい四季が特徴。その恵まれた四季のおかげで、フランスの国土の面積はそれほど大きくないのに、 世界第二の農業大国となる。気温の年角差、比較差とも小さい。気候は冷量であるが、寒くなることはない。国土を東に移動するにつれて気候は大陸性となっていき、気温の年角差、比較差が拡大していくと同時に、降水量が上昇していく。本来の大陸性気候は、フランス全国より西の限界であるが、フランス東部の高地、特に、 アルプス山脈の影響によって大陸性気候が生じている。地中海性気候は国土の南岸で際立つ。気温の年間における変動は3種類の気候区のうち最も大きい。降水量は年間を通じて少ない。このように3種類の気候が共存している例はヨーロッパの中でフランスだけである。ドイツの四季は冬低く、摂氏5度以上。 夏季は摂氏20度を超えないほど。だが、四季は、降水量の差で分けて、夏になると降雨は多く、冬になると降雪が多く、春と秋は降水少なく、降水量によって四季が分ける。気温的には日本より平温しているが、四季としては明確性がない。ドイツの大部分は温暖な偏西風と、北、大西洋海流の暖流によって比較的温和である。暖かい海流が、 北海に隣接する地域に影響を与え、北西部及び北部の気候は海洋性気候となっている。降雨は年間を通してあり、特に夏季に多い。冬季は温暖で夏季は摂氏30度を超えることもあるが冷涼になる傾向がある。東部はより大陸性気候的で、冬季はやや寒冷になる。そして長い寒気がしばしば発生する。中部及び南ドイツは カト的な地域で海洋性から大陸性まで様々である。国土の大部分を占める海洋性及び大陸性気候に加えて南端にあるアルプス地方と中央ドイツ高地のいくつかの地域は低温と多い、降水量に特徴を付けられる。イタリアが代表した南欧の国々、スペインギリシャポルトボガールは地中海性気候に属し、井戸で見るとローマは日本の札幌市などに 近いが、比較的温暖で、冬以外の季節は日本より暖かいのが特徴。例えば、イタリアでは冬に非常に寒くなり、低、摂氏5度になることもあるが、夏には、摂氏40度を超える猛暑となることが定番である。北欧では夏と冬で日照時間に大きな差があり、その原因で、四季も日本より顕著に現れる。夏季には22時を過ぎても明るいのに対し、 冬季である11月から1月には16時前後になると日が暮れ日没とる。オーストラリアは広い国土を有しており気候に地域差があって全体的には大陸北部は熱帯気候に属するため四季が顕著な特徴にしている。南半球に位置しているため一般には9月から11月が春、12月から2月が夏、3月から5月が 秋、5月から8月が冬となる。南部地域では冬でも温暖な日が多いが、ニューサウスウェールズ州の山岳部は積雪が見られる。オーストラリアでは年間を通して暑い気候であり、1月から3月には雨季があって、内陸部は日の気温差が大きい砂漠地帯となっている。中国大陸、香港では日本と同様に四季があって、 しかも式よりもっと細かい二十四節気を発明した。この二十四節気は、総王朝、日本の歴史によれば、平安時代から日本に伝えて、今でも全日本中に広く使われている。今から三千年前の春秋差し伝から始め、紀行五年の、ふんいたり慶兵という語の、慶が、立春、立夏、平が、立秋、立冬と考えられており、両春秋において、 立春、立夏、立秋、冬の語が使われていることから、戦国時代に一般化したと考えられる。なお古代中国人は一年十二ヶ月を春、夏、秋、冬の四時に分け、正月、一月、二月、三月を春、四月、五月、六月を、夏、七月、八月、九月を、秋、十月、十一月、十二月を冬とした。 2400年前の州では中国の二十四節気が定着化した。当時を基準に年始が置かれていたが、戦国時代になると当時の翌々月を年始とする夏ただし、夏暦が各国で採用されるようになり、これにより当時と春分の中間点が正月すなわち春の最初の節気に至るようになったことで立春と名付けられ、 他のに至り2分4リッターも春夏秋冬の名が完成られるようになったと考えられる。台湾の四季は日本と比べるとほぼ同じだが台風の襲来が圧倒的に多く毎年平均3から4個の台風に襲われている。台湾は中央部と北部が亜熱帯、南部が熱帯に属している。そのため北部は下季を除けば比較的気温が低いのに対し、 南部は冬季を除けば気温が30度、摂氏を超えることが多くなっている。台湾の夏はおおよそ5月から9月までで、通常は蒸し暑く、日中の気温は27度から35度まで上り、7月の平均気温は28度である。平均降雨量は年間およそ2515ミ、mm、リメートルであり、雨季に多く、また、降雨量は季節、位置、標高によって、 大きく異なっている。韓国の四季は世界で一番日本と近い国とも言われる。しかし、細かいの部分に見るとかなり違うことろもある。欠片の気候区分によると、ソウル、春泉、堤川などの北部や内陸部、山岳地帯は亜寒帯等気象雨気候、それ以外の地域は温帯化雨気候及び温暖湿潤気候に属する。半島上に位置しているものの、 顕著な大陸性気候であり、寒暖の差が激しく気温の年角差、比較差が大きい。冬は大陸からの季節風の影響を受け、日本の同位度の地域に比べると寒冷である。例えばソウルは新潟県長岡市付近と同位度にあるが、1月の平均気温はマイナス2.4度で、冬の寒さは日本の北東北から北海道南部と同じである。 強烈なシベリア寒気団に覆われると、ソウルでも最低気温がマイナス10マイナス15度前後になり、郊外ではマイナス15度を下回ることもあるなど、平年を大きく下回る寒さになることもある。また富山は名古屋、京都と同緯度にあるが、1月の平均気温は3.2度で、東京より平均気温が2、3度低い。全体的に日本の北関東から、 東北地方や北海道南部の気温に匹敵する。この気候は温度を発達させた。夏は半島部においては日本列島よりは湿気が少ない。ソウルの夏の気温は30度を超えることもよくあり、また内陸の盆地にあるテグは韓国で最も暑いとされる。湿気が少なく、また熱帯夜になることはほとんどないため、エアコンがなくても寝苦しいということはほとんどない。 芸能人の厚切りジェイソンからはじめ多くの日本に滞在する外国人たちは四季はどの国でもあると世界で四季のある国は日本だけという日本人の固有理論を批判している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。